パスカル・オベルソンは、スイスのマルチに才能を発揮するアーティストである。シャンソン歌手、パーカッション奏者、ピアニスト、作曲家として活動している。ローザンヌ出身。パリでケニー・クラークからドラムを学んだ後、ジュネーブ国立高等音楽院で、クラシックのトレーニングを受けアンリシックスから、ピアノの指導を受ける。1972年に、スイスロマンド還元楽団に、 ドラマーとして入団、プロとしてのキャリアをスタートした。その後、ブリニッテ・マイヤーと共に、フランソワ・アリンデマンのピアノ・アンサンブル、ピアノセブンと、ピアノ、ボーカル、パーカッションを担当する、マルチプレイヤーとして共演。また、ベルギーのスパで開催された、フレンチソングフェスティバルのシャンソン部門で優勝、多方面に才能を発揮する。スイスは元より、フランス、カナダ、ベルギー、 ルクセンブルク、イタリア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、ルーマニア、チェコスロバキア、アフリカ、中国など国外での公演にも従事。フランスの伝道オランピア劇場、パリ市立劇場はもとよりテレビへの出演も豊富。ポリドール、そのプレッセ、プレエンスウェアなど、多数のレーベルからアルバムを発表し、活躍を続けている。現代舞踏にも造形が深く、振り付けし、 ダイアン・デッカーと共に、インテリアの中、妖怪、リレ、一晩のイカロスの翼、水、お牛を待って、ロングウォークを発表。また、振付師のネミ・ラプゼゾンとダンサーのマルセラ・サンペドロとのコラボレーションで、キル・ユー、トレース、セブンス・ヘブンという作品を発表。振付師のギルヘルム・ボテルホとは、ミッシングとムービング・パハップスという曲を共作した。 1990年には、スイス某州から、芸術文化に対して贈られる賞の、シャンソン部門グランプリを受賞した。1997年には、ジャン・フランソワ・ボバールと共に、モントルージャズフェスティバルで、ローザンヌ・ビッグバンドに参加。レオン・フランシオリア、ダニエル・バーキン、BBFC、イベット・テラウラス、インドを代表する、国際的パーカッション奏者、トリロクグルトゥ、ピエールオーデタ。 ダンスカンパニーのアドンダイアレクトと共演を果たす。2017年にスイス連邦文化局からスイス音楽賞を授与される。ありがとうございます。